香港ディズニーランドのアトラクションは、香港ディズニーランド内に設置されたアトラクションの一覧である。以下でいうアトラクションの開設日は、運営側が発表したグランドオープン日を基準としている。なお、この開設日より、前の期間にも完熟訓練や最終確認のため、事前告知せず運営を行う場合がある。また、ディズニーパークの用語に合わせ、 従業員を、キャストメンバー、入場客を、ゲスト、アトラクションの半期部分を、ライドと表記する。パークの玄関口であり、パークを訪れたゲストは、必ずここを通る。このテーマポートには、様々なディズニーグッズのショップや、レストランなどがある。また、昼と夜のパレードはここで行われる。メインストリートビークルは、乗り合い自動車のアトラクション。タウンスクエアから、 プラザまで、プラザからタウンスクエアまでを遊覧するのアトラクション。メインストリートビークルには、オムニバスとタクシーとペデイワゴンの3種類がある。アニメーションアカデミーは、ディズニーに関する品物の展示施設のアトラクション。2007年7月14日に開設された。ディズニーランドストーリーは、香港ディズニーランドがグランドオープンするまでの過程のほか 世界各国のディズニーパークに関する展示をしていたアトラクション。冒険をテーマにしたテーマランド。ターザンのツリーハウス行きイカダはターザンのツリーハウスに渡るためのイカダである。リキチキは水や水蒸気を浴びることができる場所。ここでは様々なディズニー映画をモチーフにしたアトラクションを体験することができる。 香港ディズニーランドのシンボル、眠れる森の美女の城もこのテーマランド内に存在する。ファンタジーガーデンは、ミッキーマウス、ミニーマウス、プーさんなどのディズニーキャラクターと、グリーティングができるアトラクション。キャラクターは時間によって、変更になる。また夜のショー、ディズニー・イン・ザ・スターズの、開催前には、運営を終了してしまう。香港ディズニーランドのトゥモローランドは、 カリフォルニアのディズニーランドに近いテーマ設定に加え、レトロなおもちゃやカートゥーンが、モチーフの未来で、近年、世界各地のパークに多く新設されている、ディズニーピクサー映画をテーマにした、アトラクションなどとも、相入れやすい、明るい色調を用いたポップなデザインになっている。トイソルジャーパラシュートドロップは、映画本編に登場するキャラクター、グリーンアーミーメイのパラシュート効果訓練を、 疑似体験できるアトラクション。同タイプのシステムのアトラクションとしては、東京ディズニーシーのジャンピンジェリーフィッシュなどがあるが、こちらは足元に床がなく、足がぶら下がった状態である。スリンキー・ドッグ・スピンは、映画本編に登場するキャラクター、スリンキー・ドッグの体のバネ部分に座席が設置され、スリンキーが自分の尻尾を追いかけるように、時計回りに旋回しながら、 上下に動くアトラクション。メインストリートホーンテッドホテルメインストリートホーンテッドホテルはウォークスルータイプと呼ばれる徒歩移動型のアトラクション。ホテルで行われた残虐行為を取り巻く謎は昨年のハロウィーンの時に明かされましたが呪いは続いています。ビクトリア・マクスウェルの幽霊が新たな犠牲者を求めて背筋が凍るような何かを用意しています。 デーモンジャングルデーモンジャングルは、ウォークスルータイプと呼ばれる、徒歩移動型のアトラクション。無法者の探検者たちが、この聖なる地を荒らしてしまったため、抱えを支配するデーモンたちが起こり、人間たちに仕返ししようと待ち構えています。ジャングルに入っていくことはできても、そこから出るのはまた別の話。アドベンチャーランドはホーンテッドトレールアドベンチャーランド、ホーンテッドトレールは、 ウォークスルータイプと呼ばれる、徒歩移動型のアトラクション。昼間はハロウィーンが、テーマのフォトスポットですが、夜になると、ジャングルの中に潜むダークフォースが動き出し、ゾンビやパンプキンメンたちがゲストを脅かしにやってきます。金曜と土曜の夜は、霧のかかった川沿いの小道に気をつけて。このインタラクティブな恐怖体験ができるのは、香港ディズニーランドのハロウィーンだけ。 スペースマウンテンゴーストギャラクシー U4 ゾーンは、力地機と同様、水や水蒸気を浴びることができる場所。ありがとうございます。